どうも、激辛ジュニです。今日もみんなの星に火をつけちゃうぞ。やってきましたー。はい、というわけで今回はですね、中目黒にあります、旨辛味噌ラーメン専門店トトロさんにやってまいりました。で、こちらですね、お昼しかやらないラーメン屋さんなんですけれども、なんかですね、この、曲がり店舗で夜はもうトトロという居酒屋さんに、早変わりしております。詳しくはちょっとブログの方でも書いてますね、そちらをご覧ください。で、今回なんですけれども、トトロラーメンというね、辛いラーメンがあるんですけれども、こっちもね、今回も辛さレベルが選べます。全部で 1,2,3,4,5,6 段階から選べるんですけども、下から狼、虎、鬼、竜、神、そして最後埼玉と言われる、激辛レベルが分かれております。で、今回ですね、こちらの埼玉、に、挑戦していくんですけど、なんとこの埼玉にはですね、超激辛唐辛子として知られるあのトリニーダートスコピオンの粉末を使っているところで、今回もね、熾烈な戦いが、予想されます。で、一応ね、ゲーム、さっきねちょっと聞いたところによると、このね、埼玉は、1レベルごとに約ね、1g ずつその粉末パウダーを、入れるらしいんですけれども、厳密に言うと、辛さレベルが無限に調節できると、これ、一応ね、なんか、今までね、なんか、一番最高記録というか、なんですかね、がね、埼玉レベル2なんで、一応ね、刻もうと思って、今回は、レベル3に、一応挑戦していきたいかなと思います。埼玉に関しては、挑戦にはね、一応誓約書が必要ということになりますんで、もしチャレンジの際はね、チェックしておきましょう。それでは行った人の感想を見ていきましょう。中目黒のトトローさん、トトローラーメン、トラレベル、トトローさんとこでランチのみ営業だそうで、エビ辛味噌、とてもエビの旨味が効いてる濃厚な味噌に太麺が絡んで美味しい。辛さの表現が災害レベル、トラ、トララ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 ラと。はい。もう辛さレベルがちょっと言い切れない、噛みそうで言いづらいですけれども、はい。なんとね、これ、ちょっと話を聞いたところによると、このトトローラーメンにはですね、このエビ味噌が入っているところで、これね、食べるとね、ちょっとエビの風味が、するということで、ね、ちょっと楽しみですね。それでは早速、チャレンジしていきましょう。レッツゴー。お待たせしました。こちらが、はい、で、これが、はい、レベル3用の。そうですね。いただきます。さあ、トトローラーメン埼玉レベル3、お手並み拝見です。こんにちは。ものすごい刺激臭だと。大丈夫かこれ。刺激的ですけど、ちゃんと美味しい。デフォルトの状態でも結構辛い。キノコとかネギとかいろいろ入ってますけど、美味しい。そして辛い。スープがめちゃくちゃ濃厚。これはうまい。チャーシュー最高。
まだまだ俺は生きるぞ。よし、半分近く食べ終わったところで、ここで埼玉レベル3を投入していきたいと思います。もうすでに十分辛い。これがトリニダードスコーピオンの粉末。若干苦味も感じますね。やっぱこの激辛唐辛子特有の、とんでもねえ、とんでもねえぞこれ。しんどいわこれは。この激辛バトルにケリをつけたいと思います。ごめん。ごちそうさまでした。大切な器を申し訳ございません。すみません。あまりにも辛さで丼が吹っ飛んじゃいました。申し訳ございません。マジで辛かった。それでは辛さレベルを発表していきましょう。旨辛味噌ラーメン専門店トトロ、トトロラーメン埼玉レベル3、辛さレベルじゃーじゃー。
さレベル 9.5 でーす。しんどかった、しんどかったよ。どんぶりが吹っ飛ぶぐらいの衝撃的な辛さでした。そして 100m 走、いや 200m 走を全力疾走で走ったかのような息切れがします。ただね、このトリニダードスコーピオの粉末を入れる前の純粋なこのトトロラーメン、これはね、まだまだ僕のような人間でもね、辛さも旨味も感じれる。でね、エビ味噌の旨味も感じれる。デフォルトの状態は非常に美味しかったです。おすすめとしては、この粉を入れる前にまず半分ほどデフォルトの状態で味わって、その後はこの粉を入れて食べるの方がいいのかなと思います。いやー、死ぬかと思った。1ヶ月分の汗をかいたかのように、この汗が止まらない、とんでもない、うまから、トトロラーメンでした。ということで、本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。あとツイッター等々、激辛ブログもやってますので、ぜひ、チェックの方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。またねー。